ほです。はい、というわけで今回はね、今回は最近流行っているフルーツ飴を作っていきたいと思います。イエーイ。ということで今回はいちごだけじゃないんですよ。まずね、定番のいちごを、こちらですね、いちごと、今回もう一つぶどう買ってきました。このまま見せるというね買ってきたまま見せるというもう慣れてないもんね慣れてないもんね。もう初めてだよね。めっちゃ流行ってるんだけど作ったことなかったもんね、うん、そうですね。作りたくても、作りたくてもちょっとね、私自信がない、ね、自信ないし、あのですね、時間を無駄に使ってしまうんですね。 それでなんかいろいろね、ネットで見るんだけど、なんか砂糖と水の割合もなんかいろんな情報があってよくわからないので、よくわからなかったですね。どうしましたか？あ、そうですね、ひまちゃんに聞きましたそう、ひまちゃんはね、すごい美味しそうなイチゴもいっぱい作ってるので、キャンプでも作ってたよ。プロだからね。キャンプで作ってたね、うん、ね、すごいよね。家で持ってきてるイチゴ、ひまちゃんが普通に電話してね、ひまちゃん、砂糖のさ、割合教えてみたいなはい、教えてもらいました。ありがとう、ひまちゃん。ありがとう、ひまちゃん。これで失敗したらどうしようなのでね、はい、うん、教えてもらったからにはうまく作ろうと、はい、教えてもらった分量でやっていきたいと思います。はい、というわけで早速作っていきましょう。はい、で、一応、はい、まあ作り方はね、もうみんな多分ご存知だと思うので、うん、作り方はサクサクっといきたいと思います、うん、サクサクっと、はい。最後にね、うまくできたら、ASMR を久々に、視聴者さんが ASMR やってほしいってこの前リクエストいただいてたので、バキバキにしよっか。はい、ちょっとできたらなと思います。はい、なので作り方はもうざっくり、はい、いちごをとフルーツ、ぶどうしか買ってきてないんだけど、いちごとぶどうを洗います。はい、よく、ね、砂糖と水を入れてます。あ、え、早くない？砂糖と水を入れて、え、口とか刺さないの洗ってすぐ口を刺します。よく水気を切るんだって、拭くんだってそれで串に刺して、うんうん、それで、うんうん、分かってないじゃん、もうほんと心配ちょっと笑ってる場合じゃないよ大丈夫、でも美味しく作れる自信あります。ほんと自信だけじゃん、それ自信ありますか？自信だけが空回りみたいなやめてよはい、はい、というわけで、うん、はい、作りましょう。はい、作りましょう。まず洗うんだよね。そう、ママの話聞いた通りに洗って、拭いて、串に刺して、うんうん、うんうんじゃない、うんうんじゃ。今からぶどうで三姉妹を作ります。まずこの子の名前はシミです。どれ？シミです。シミ、この子の名前シミ。シミ、はい、シミです。シミ、シミ、はい、で、この子の名前がリミ。リミ、リミ、はい、で、この子の名前がマミ。マミ、シミ、リミ、マミ。そうはい、次の3姉妹は、次の3姉妹は、うん、この子が、うん、シホ。あ、これシホ、あ、シホね、これシホ。シホ、シホ、で、これがリホ。リホ、で、これがミホ。マホ、えミホだったらミホやはい、3姉妹できました。イエーイ。何の話これはい、いちごはね、もうやりました。洗って拭いて串に刺した感じ。はい、こうやって作るとりあえずじゃあぶどうも早くね、刺しで刺してみましょう。刺した刺したってちょっとちょっと、あ、そう、なんかもう大丈夫できんの？シミ大丈夫かいシミリミマミじゃなくて、なんだっけ、そうそう、合ってる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 、シミリミマミの三兄弟、三兄弟完成。次は、次にシホ、シホ、リホ、マホ。マホなのね、ミホじゃないのね。ねえ、ほんとさなんか性格出るよね、この刺し方見てください。これこれ、ずいぶん恥じゃねえこれ、ね、ほら、あのママのせいで先も穴開いちゃったそれママのせいなの？最低。ほら見て、ほら穴開いてる。これママ超上手じゃない？これママがやりました。そうそう、ね、ママがやるとこ綺麗、うん、そうだね、しほちゃんがやる、そういうもん、ほんと大雑把だよね。そうだね、もうちょっとさ、パパにです、いません、真ん中にちゃんと刺すようにあ、綺麗じゃない、いいんじゃね、全部こうやってやってほしいわ。
じゃあめっちゃ端っこに刺してやる。なんでよ。綺麗にやって。見て。え？うん、めっちゃ端っこ。ちょっと取れちゃうでしょ。まあいいよいいよ。ねえ、よくない。ちょっとこれやばくない？このだんだん段差みたいになってんの。ほんと性格出るね。うん。ね、私の性格こうですから。最近。最近？最近ひどくない？最近やばいよね、ちょっと。何がやばいの？私の。え？最近何がやばい一番。最近？うん。雑さ。うん。めんどくさがりや。うん。アホさ。ひどいね、ママ。え、じゃあ昔はどうだったの？昔は、もっと真面目で、うん、丁寧で、うん、可愛かった。あ、そうなの。うん、今はじゃあブスってこと。ブスなんてねえ、ブスなんて一言も言ってないよ。ママ悪いけど、ブスとさ、バカは違う。あ、バカじゃない、アホ。あれ、なんだっけ、分かんなくなっちゃったもん。ウケる。はい、じゃあ早くやってね。ママが話してた。はい、できました。完成です。戻ります。めっちゃ雑。ね、これさ、うん、あの黒ひげ一発みたいじゃない、こう抜くの、こう。あ、こう抜くの。え、黒ひげって刺してくんじゃないの。そうだね。そうだね。はい、じゃあ鍋に砂糖と水入れる、入れよう。いきます。いい感じ、はい、で水も4対1ぐらいの割合ってね、ひまちゃんに教えてもらいました。ね、いい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 ね。こんな感じで、え、で、どうすんのこれ。鳴らすことはいいの。いいんだよ。鳴らす。スイッチ。一応、ひまちゃんと一緒にどうもにしてる。だよね。だよね。知ってた。じゃあこれで火にかける。え、でもさ、触っちゃいけないんでしょ。うん。ちょっと待って、ちょっと待って、待って。え、これで本当大丈夫かな。大丈夫だよ。じゃあ火かけます。弱火かな。弱火、弱火、弱火、中火、強火。強火じゃないでしょ。こんなもんでいいんじゃない。うん、こんなもん。だから一緒に触っちゃいけない。うん、うん、ちょっとこう揺らすぐらいはいいんだって。ん、揺らすぐらいはいいんだ。揺らすぐらいはいいんだよね。でも触っちゃいけないんでしょ。うん。はい、じゃあちょっとしばらく時間かかりそうなので止めます。はい、はい。大好きって言ってるんですけど、この子。余裕だね、もうほら、もうそろそろ来るよ。ん？ん？んじゃないよ。ね、ということで見てください。いいかな。うん、そうじゃない。うん、なので止めます。はい、10分ぐらいやった。で、ちょっと傾けて、これは肩、これは傾けて、傾けて、うん、で、うん、気をつけてね、やけどしないように。で、くぐらせたら、ちょっとポンポンがいいんだって、薄めに。で、あ、うん、いいんじゃない。で、いい、うん、で、置いていきましょう、うん、あ、いいじゃん。はい、どん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 いきますよ。頑張って。手気をつけてね。うん、大丈夫、やけど経験済みなんで。ダメ、そういうこと言わない。今病院行けないからね。ここで結構ポンポンって少し、そう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 、うん、お、いいじゃん。いい感じ。取れる？一応冷蔵庫で、あ、あ、来た。あ、行けた。
どう？固まってる？コンコンって手で。どう？ちょっとベタベタしてるけど。本当？いき、完成でーす。イエーイ。どうかな？初めて作ったにしてはまあまあ。まあだね。こんなもんもっと固まんのかな？私ね、つけすぎた。ごめんママ。やっぱつけすぎたからちょっと固まりが甘いのかな。辛いし、うん、とりあえず、でも冷蔵庫にも一応冷やしたんだけどね。出来上がり。じゃあカメラに映してください。じゃじゃーん、完成です。イエーイ。ということで、見てください。こんな感じで、めっちゃ可愛くないですか？可愛いですね。すごい可愛いと。もう一回ちゃんとポーズして。サムネだね、これ。サムネです。はい、すいません、失敗です。ちょっとね、飴が多分大量につけすぎちゃって、パリパリっていう前、すぐ後にネキョネキョって歯にくっつくね、それがすごい。ちょっとならいいんだけど、いっぱいくっつきすぎてなかなか取れない。大丈夫？あとで歯磨きだわ。うん、虫歯になるね、これこのままだと、うん、やばい。というわけでね、やっぱこれは何回も何回も作ってね、うまくなるものですね。はいはい、またチャレンジしましょう。一発じゃね、ちょっと、うん、ASMR は ASSR? ASMR、うんうん、はできませんでした。すいません、すいません。今度ね、また頑張りたいと思います。はい、はい、というわけで今日の動画はおしまいです。それでは、バイバーイ。すいませんでした。ごめんなさい。次も頑張ります。